男爵校長杯は著者イスターによる日本の漫画作品。当初男爵校長として双葉社発行の月刊4コマ漫画雑誌萌え4漫画タウンオリジナルコミック杯と掲載誌を変えつつ連載を続け2007年4月号より男爵校長 DS と解題の上2009年5月号まで連載された後再び男爵校長杯 と解題されて、同年7月号より2011年9月号まで、連載された4コマギャグ漫画である。萌え4総監から、男爵校長のタイトルで連載を開始、独特のテンポよくメリハリの効いた笑いによって、一躍人気を博し、ポテマヨ、などと共に同志を支え続けた漫画の一つである。連載を始めた、萌え4が2005年7月9日発売の8月号を、 もって、休刊。同社の別雑誌、漫画タウンオリジナルに連載の場を移したが、同志も2006年7月20日発売の9月号を、もって、休刊。さらに同社のまた別の雑誌、コミック杯。9月号にて連載を続けると掲載誌が2度変わっている。その後2007年3月号に最終回を宣言したが、翌2007年4月号から、 男爵校長 DS とタイトルを開催会。掲載ページ数は、漫画タウンオリジナル字のみ4ページ、他では8ページ。また、萌え4掲載時の最終話のみ、理由は定かでないものの単行本未収録である。この作品のタイトルには、当初から、バロンフォンヘドマスターと復帰されていたが、DS とタイトル変更に伴い、ありかと月面紳士の一文が追記された。 萌えン掲載時は話数の表記をせず、サブタイトルのみを付記していた。漫画タウンオリジナル以降、X 次元目の形で話数が表記されるようになり、コミック杯、遺跡に際しても、その累計話数を引き継ぎ、新連載にもかかわらず、13次元目からの掲載となった。ただし、最終回をもって、区切りをつけ、DS と解体したのを契機に再び、 一次元目からとなった。こうした事情により、本作の話数表記は、いささか紛らわしいが、本校では便宜上、萌えン掲載時は、話数表記のみとし、遺跡後の話題については、話数表記に掲載時の掲載指名を付記する、こととした。他のギャグ漫画に多く見られる、漫才でいう、ボケ、ツッコミの役割が、キャラクター間において、 明確に決められておらず、性格的には常識人的である左横が的外れな言動をすることもあるし、いわゆる不思議ちゃんキャラに当たるドナが間違いを的確に指摘したりもする。あり形ちの通う三階高校は東京都近郊にある高校で男子部、女子部、そして謎の研究部門である DS 部という3つに分かれているが、 物語はとりわけ女子部の2年美組を主な舞台として展開する。またタイトルにもかかわらず、物語の中心となるのは、校長ではなくありかをはじめとする5人の女子高生で、ある。なお DS 部については、萌え4掲載時より謎の部として、存在だけは紹介されており、解明した DS においては、長らく触れられなかった、この DS 部をも舞台として展開する。 2005年9月12日に単行本第1巻がポッテマヨと共に双葉社アクションコミックス萌えンシリーズ第1弾として発売2008年8月12日には解題された DS としての単行本第1巻が発売されたいつも元気な女子高生アリカと彼女の友達でいつも振り回される女子高生サヨコ二人が通う三階高校は 生徒も先生もちょっと変。ある時、登校中に現れた猿によって左横がカバンを持ち去られてしまう。そこへ登場した校長先生が猿を捕まえようとするが失敗。カバンは戻ってきたものの猿の捕獲に失敗した校長は全校集会の場で校長を辞め、カツラをかぶって新たに男爵校長となることを宣言した。この物語は、ありかたち2年 B 組の少女たちと、 男爵校長ら教師人、そしてその他体制によって巻き起こされる爆笑4コマ、漫画である。二葉社よりアクションコミックスとして刊行されている。裏表紙に、おまけの4コマ漫画はカバーを外すと黎明期の漫画、もしくは新聞漫画を思わせる単純な構図、配置のキャラクターによる、全く同じ内容の4、コマが描かれている。ありがとうございます。